こんにちは。先生こんにちは。はい、こんにちは。自己紹介をお願いします。はい、はい、私はムンティタと申します。丹龍大学の日本語の3年生で、21歳です。性格は優しくて面白いですが、ちょっと内気です。内気なの？優しくて面白いけど。そうですか。趣味は、カラオケに行くことです。ボランティアに行くことです。2年ぐらい、ボランティアグループに入りました。なるほど。ボランティア、どんなボランティアしましたか？丹龍大学のボランティアグループに入りました。入ってどんな活動をしましたか？どんなことをボランティア、どんなボランティア、障害者を訪ねます。パンとミルクを配りました。なるほど、なるほど。そっか。じゃあ、そういうことが好きですね。はい、好きですね。はい、いいですね。いい心ですね。はい、はい、あとはカラオケが好き。カラオケが大好き。大好きなんだね。なんかすごいわかるそれ。はい、カラオケが大好き。でも歌を歌う上手じゃありません。そうですか。どんな歌を歌いますか？日本の歌、ベトナムの歌、外国の歌。ベトナムの。ベトナムの歌。あ、そうですか。日本の歌は歌わない？いえ、日本語は歌うが難しい。難しい。難しい。ああ、なるほど。ちなみに日本の歌、何が一番好きですか？手紙が好きですか？好きです。そうですか。はい、いいですね。わかりました。ロッテリアで働いたことがあるんですね。はい、ロッテリアが働きやっています。今も働いていますか？あ、そっかそっか、なるほどね。じゃあ人とそういう接するのは好きですね。はい、好きです。いいですね。わかりました。じゃあ日本に行ってもいろんな人と接していろいろいい経験をしてみてください。はい、はい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。